はい、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではマリオカートイートデラックス 100cc バナナカップやりたいと思います。では行きまーす。はい、バナナカップ1コース目、ゲームキューブのカラカラ砂漠。水の、ここ水になってて変わってますね。では、バナナカップ1コース目。なんとか1位を取りたい。まあ、100cc なんで、いけるかな。まだ。お、クッパじゃん。わー、重いから弾き飛ばされそうだ。コインを集めながら行く。コイン10枚。よしよし、いいぞいいぞ。よっと。あった、危ない。ダートに入るところだった。よしよし、いいぞいいぞ。おっと、よし、ラップ2。あー、バナナの皮で防ぐ。赤コーラが来たか。バナナの皮で防ぎましたが、しかし、今アイテムはコインしかない。この状態で赤コーラ来られたら、避けれない。ダブルアイテムを取る。お、コインとボム兵か。なんか、やばい。とりあえず、コーラ、だーいなぁ。ダブルはきついって。ボム兵怖いからダメだ。よし、行くぞ。次のアイテムなんだ。お、トリプルバナナの皮。やったやった。よし、ファイナルラップ行くぞ。なんだ、赤コーラだ。よし、防いだ防いだ。何、イエスだぞ。サンダー、嘘でしょ。ここでサンダー来たか。やるな。あー、ダートに入っちゃった。コインが取れない。よしよし、10枚にした。よしよし、あー、キノコ取りたかったな。ゴール、フィニッシュ。よしよし、よし、1位だ。1位だ、1位だ。では、次のレースで進みます。はい、2コース目。スーパーファミコンのドーナツ平野3です。ここね、確か、スーパーファミコンの、スペシャルカップだっけ。スペシャルカップでね、が、多分、だったと思うんですよ。で、この前ね、任天堂スイッチオンラインに加入してたら、スーパーファミコンのソフト遊べるじゃないですか。それで 150cc で、スペシャルカップ行ったんですよ。いや、1コース目ここだったんですよ。痛い。何回やっても8位最下位でした。難しい。やっぱり。慣れないね、操作に。ああ、ダート入っちゃった。ああ、コイン取れなかった。まあいいや。よし。いや、ほんと、スーパーファミコン難しかったよ。何回やっても8位だもん。危ない。確かね、一つ目の橋はあんな感じ、二個目の橋がね、ここ、まぁ、ちょっと、飽きすぎたってんだけど、途中、橋がないのよ。なんて言うんだ？
橋が途中壊れてるような感じでジャンプしていく感じかな。このミニジャンプね、これは今ジャンプアクションしたドリフトするときのこのジャンプを使って越えていくのかな。そうやってるんだが、そうしないと落ちそう。本当に難しかったよスーパーファミコンは。いやー厳しかったよ本当。ほっとね、何サンダーだと。サンダーきついな。誰かと思えばルイージじゃないですか。よし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 。では次のレースいきます。はい、今度はね任天堂64のピーチサーキットです。まあ飛ぶとこあるんだけど、64もダッシュボードで勢いついて飛ぶ感じでしたね確か。ここはまあグライダーでいいのか、言い方グライダーがあるんでまあ飛びますがね。どうだ、よしよ、大丈夫か。大丈夫だ。何やるね。ああボム兵はちょっと困るな。アンコーラとで回避しようとした爆発に巻き込まれそうだ。ゲッソー見えないじゃん。サンダー来るんかい。あれアンコーラのあれが消えた。ボム兵が守ってくれたとか。ボム兵ありがとう。とっても素晴らしいじゃないですか。あコイン取れなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。アイテムを取っていく。ミニターボを決める。お、クラクションじゃん。やったやった。わお。スターの音が聞こえた。同じく村人じゃん。スター使ってたの、今。女の子の村人がスター使ってました。あ、キリナか。64で今通ったダートンとか入ったら、落ちるよ。滑って坂になってて、あれで本当に何回も落ちたわ。それで陣落としたもんね。はっ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 は。来たね。なんでやねん。せっかくクラクションで回避しちゃろう思ったらサンダーで回避するとは。サンダー食らってトリオコーラを回避した。回避と言っていいのかわからない。あってよかった。キノコがある。ここにもキノコあったら嬉しかったが、まあ近づかない。そいやー、ゴール。よかったよかった。よし、では。次のレースへ行きたいと思います。行くぞ。はい、次は 3DS の GK ジャンクルですね。あー懐かしいね。やっぱり 3DS でよくやってましたからね。いやほんとここ楽しかったね。ではファイナルレースです。いけるかな。1位取りたい。ここ1位取ったらいいんだ。コイン、とりあえず、コインを集めよう。名前がわからないが、何かある。なんだ？あ、よかった。あ、間違えた。反対に来ちゃった。ドリフト。
よしよし。ダブルアイテムが欲しかったが仕方がない。あー危ない、落ちるー。無茶はしないでおこう。やっと飛ぶぞ。それー、内側の方が早いのか、内回りだから。よしよし、いいぞいいぞ。鼻の上でジャンプアクションがうまいことできないんだ、なんでだろう。それー、よしよし、いいぞいいぞ。よしよし、だいぶ開いてる。これなら安心だ。それいい。あー、トジョコラ来てるじゃん。嘘でしょ。よし、ジャンプアクションできた。ところがどっかにトジョコラが迫ってる。めちゃくちゃじゃん。アイテム使い方めちゃくちゃだった。クラクション来てくれたらワンチャンあったか思ったんだけどね。ほんまなぁ。クラクション来てほしかったなぁ。よし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 。ああ、失敗。ジャンプアクション失敗。差が、まあ、1位でゴールです。フィニッシュ。よし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 。いいぞいいぞ。1位です。では、次に進みます。はい。というわけで、バナナカップ、無事1位を取ることができました。はい。というわけで、今回はここで終了です。次回も頑張りますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。